CD プレイヤーとか、まあ、ネットワークプレイヤーもそうなんですけども、うん、そういうのアンプ以外にもそういうソースキーっていうのはやっぱりこうデジタルの、まあ、01の信号をいかにアナログに正確に変えれるかっていうところがやっぱり非常に、まあ、肝になってきていて、で、まあ、逆に言うとそこが一番大事なところかなっていうふうにやっぱり、まあ、私自体その CD の、 あのサーボの設計をしているですね、本職は。でもやっぱりこういうところの、 あの大事さっていうところはやっぱり CD ありまして、で、まあ、3000のそうなんですけども、まあ、2100も ESS を使いますと。で ESS の特徴ってあのこいつが独自にですね、あの IC、 あのね、クロックを持ってるんですね、マスタークロックを。で普通だったらあの例えば CD プレイヤーが再生したあのデジタル音を、まあ、パタパタ来ているのをコードで受けてそのままアナログに返すんですけども、こいつは一旦そのアナログデジタルの信号を受けまして、で自分の持っているクロックで再リクロックしてやる。でそうし内部ですよね。で内部でそうしてやって、さらにそこからアナログに変えてやってるということで、非常にまあ正確さがあるんです。で、まあ、そこにちょっと着目してですね、まあ、今回その水晶の、まあ、国内 の、 あの大進空さんというメーカーの方といろいろ協議していく中で、まあ、どうやったらその、まあ、そのいろんなノイズがあるんですよね。例えば周波数でいうと、まあ、40メガなんですけど、40メガのクロックに対して例えば40メガ1ヘルツになったら音が変わるのかとか、あの一度、まあ、温度によってまた変わってくるんですよね、クロックが。でそういうのが大事なのか、それともちゃんと 何が大事なのかっていうところがまず始まって、でいろいろやっていく中で、その温度による偏差というよりも、むしろその今現段階での周波数に対してどれだけ低い周波数でブレがないか、まあ、ジッターっていうんですけども、まあ、例えば40、まあ、その同じ温度として40メガが入ってきたところで、あの40メガ100ヘルツとかになると、その100ヘルツ分のジッター、このババババってなってるこのジッターがその音になって揺れちゃうと。でそういうのが良くないですので、その基本周波数に対して、あの皆さんのお手元にある資料に書いてあるんですけど、基本周波数に対してこのなんだ40メガだったら40メガ100ヘルツみたいな、そのスカートノイズ、このスカートに向かってですね、そのノイズを減らせば減らすほど、あのなんていうの、音に対してすごい有効だねっていうことになって、でいろいろかなり時間がかかったんですけども、水晶さん、水晶メーカーさんとその協議でいろいろ決めていっただとか、あの、なんだっけな、この ESS はですね、そのクロックに対しての精度をあの選べるんですね。例えば、いくら実体が多いあのクロックが入っていた時にも、緩く受け入れるっていう制御があるんです、フィードバックの中で。で、それが7段階、我々で設定できるんですね。でそれってやっぱり、ああいうデバイスメーカーからもらっているそのデータシートを見ながらですね、まあ、こちらで勝手にそれを指定してやるんですけども、今回その機能をあのユーザーに開放しているというのが、今回かなり大きなところでありまして、まあ、何がっていうと、まあ、その例えばかなり厳密に正確にやろうとすればするほど、クロックを外れやすくなるんで、入ってきたものに対して。なんで、他の、まあ、メーカーさんのこと言うとあれだけど、あの普通は割とその余裕を持って、ある程度の正確性があればいい、その代わり絶対外さないよっていうようなことをしていると。ただまあ今回ですね、まあ、あの一番きつい精度でやると CD だったら全然いいんです、 44.1 メガとかだったら。でもハイレゾ、例えばまあ192とか 44.1 から何倍ですか、もう何倍も8倍ぐらい、4倍ぐらいか、それになってくるとですね、かなり厳しくなってきて、あの実際の話、国をかけると10台1台ぐらいですね、たまに音が飛ぶことがあると。でそれはやっぱり製品としてあの良くないねということで、なるべくその CD の方は厳密にローエストに設定してあげられて、例えばハイレゾを聞かれるときは、ちょっともし音飛びがあればちょっと落として、あの7段階ありますので落として聞いていただくとかっていうふうにできるような機能をちょっと開放しているという、ちょっとややこしい機能があって、実はそこが ESS の機能になっています。ESS を本当に存分に味わっていただくためのその試作っていうのもいろいろ入れてますので、まあ、そこら辺もちょっとアピールポイントかなと、はい、思っています。Thank you.